じゃあ負けた人この虫食べる。一匹食べれるのかな。いや、グネってなんないで君。グネってなんないで。ねえ。はい、釣れました。いいですね。息がいいですね。あ、やば。大変だね。はい。着きました。着きました。うわ。結構なだったよ。結構運転したしね。上の川キャンプ場、マッスル場にね、来ました。はい、お願いします。お願いいたします。あの、もう早速なんですけど、はい、あの、いるらしくて、マスが。マスじゃあ、もう泳いで撮ってるわ。あ、違う違う違う。アマさんスタイルじゃないの。アマさんじゃないの。今から釣ってね、はい、食べようということで。食べれんの、釣ったやつが。じゃあ、そりゃそうです。いっぱい釣ったらいっぱい食べれるってこと。そうです。まあまあまあ、でもね、スタッフさんもいっぱいいるから、まあ、誰が最初に釣れんのって話もあるから。いや、それあるよ。まあまあまあね。ちなみに釣り得意な人は行ったことある。経験者俺と寿太郎がやっぱり多いんだよな。ここはちょっとだけやりますよ。これ結構あるんだよ。昔めっちゃ教えてくれてたから。え、なんかコツがないの、ちょっとしたら。食った感覚があってから早すぎちゃダメ。そしたら忘れちゃう。ちゃんと食い切ってからあげないっていうのはあるらしい。あとあのコインめっちゃ入れて竿のグレード上げると。それ違う、それコインゲーム。あ、コインゲーム。それがコインゲーム。一万円釣れたやつ何かご褒美みたいなないの。あ、じゃあこのいくらの。めっちゃいいじゃん。これいくらの。これでいくらの。怖い。胃が怖い。じゃあ負けた人この虫食べる。一匹食べれるのかな。いや、コンティシュだから。何言ってんの。で、これが餌なの。餌。これいくらか虫か。閲覧注意ですよ。女性の方特に閲覧注意。生きてますからね。え、これさ、どっちが釣りやすいとかあるの。これ本当に食べれる。もう無理やだな、俺。いや、でもなんかさ、やっぱ男のキャンプだぞ。あと、じゃあ、じゃあ、一番釣れなかった人、飛べ。じゃあ、最下位は飛ぼうか。最下位は、やだー。飛ぶ、まあ、川に入るんでしょ。オッケー、ダメだけど。こうやっていいから、じゃあ入って。うわ、入った川、入っちゃう。あっちの向こうに視察とかでさ。うわ、ただよ、めっちゃ浮いちゃうやん。だから別にビリにならなかったらいいんだから。そうか。うわ、やだやだ。ちなみにあの魚がだんだんとあっちに行ってるんで、さすが初めて来ました。うわー、すげー、こんな長いんだ。あとなんかで、なんかこれに入れるんだって。じゃあこちら、つけちゃっていいよね。あ、じゃあまあ、降りようか。待って、生きとるやんけ。あ、動いてるね。ちょっと虫無理だっけ。いや、無理ではないんだけど。落ちそうです。ゼログラビーです。これが鹿児島のよかった。待って、俺いけると思ってたわ。ちょっとごめんなさい、失礼します。この子、ごめんね。グネってなんないで、君。グネってなんないで。ねえ、ねえ、この子ダメだ。嘘、俺やらしていいじゃん。すげえ嫌がってる。俺いくら借りていい。いいよ。うわぁ、うわぁ、嫌がってる、嫌がってる、嫌がってる、ごめんね。わぁ、行きますね、じゃあ。え、なんかヌメヌメしてる。ねえ、そう、なんでこうしてんだよ。あれ、刺さりづらいな、めちゃくちゃ。触りたくねえな。はい、釣れました。いいですね、息がいいですね。あ、やば。落とした。逃げられた。いや、針から落としたら分かってた。釣れました。ごめんな、ごめんな。食べられた。俺もね、針落とされちゃった。うん、いや、取ろうと思ったらごそっと行かれちゃって。息が沈んだタイミングで、もう一回投げないっすね。もうちょっと奥なの。あ、いいですね。無理。あー、来た。
初釣り。うわー気持ちいい。めっちゃ絡まった。こういう感じなんだ、楽しい。激絡まり。このままいっちゃうか。いやいやいや、これ絶対取れないもん。これワンチャン佐野隼人一番遅いぞ。俺でもジントと同じ状況、釣ってそのリリースしちゃった。あ、そうなんだ。おい、釣るぞ、貸してくれ。これ近いの。あ、いいね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 。あ、沈んでちゃう。来て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 、行け行け行け。おー、危ない。こっち向いて、じいちゃん。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、何して何して何して、ちょっと引っ張って。あ、もう違う違う違う。それ、跳ね返りの針が刺さないんだね、とか。そう、はぁ、釣りって大変だね。これ何匹放流したんですか？50です。 50? あれ、おー、さあ、釣り竿が戻ってきました。はい。何これ、瞬間。何お前、何何つけたお前。虫つけたこれ。皮だけに臓器みたいなのつけて、それ釣れるわけないよ、こんなお前。イクラちゃんたっぷりつけました。見てこれ、瞬間。なんだろう、中の腹渡なんじゃなかったかな。魚とかさばけます？いやできる限りさばいてほしいですね。さばいて。魚はうまいから好きなんですよね。人工栄さんではなかったんかな。生きてる、気持ち悪い。やった、気持ち悪いと思ったらめっちゃ気持ち悪い。死ぬよ。ごめんな、行ってきます。食物連鎖。いくら釣り？ 3 匹目釣れました。釣れた、また。うん、はい、来た。でも、こっから、こっからがやつ。こっから、でっかっ。助けて、助けて。頑張って。下にやめ、下にやめ。手前だ。来た、来た、来た、来た。いいね。ああ、そしたかい。おい、ごめんな、落ち着け。生きがいこいつ。うわ、じゃあ、ラスター、いただきます。この手前を取れ。ひたすら山中が針を取ってあげるっていう。うわ、落ちた。はいよ。うん、はいよ。来ました。はい。はい、ということでマッスルが終わりました。はい、楽しかったね。楽しかった。しかもちなみに50匹放流してくれたら、うん、結構釣れた。結構釣れるから、5人でいたら。ということで結果発表。僕から釣った数を言っていくので、はい、ポン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 言ってください。はい、いきます。3匹。3、2ということで合計14匹。まあ50匹放流してもらって、いやいや、数えたら13匹だった。あれ、誰か嘘こいてるんで。嘘こいてる。違うでしょ。おい、マジか。1のパターンはない。このパターンない、ない、絶対ない、絶対ない。3、うん、俺の方が3匹だから。お前お前こいつやば。確かに、なんか、あ、釣れた釣れた、あ、どっか行ったってあったわ、確かに。あったわ、横行ってた。それね、あったわ。
わあ逃げちゃった。でも順当やっぱ慣れてましたね、釣り、うまかった。一番なんかこの魚の口から針外すの一番やってましたんで、うん、その作業が余ったよ。一応罰ゲームやめて、まあ罰ゲームはあれだったんでね、最後に俺一番最初に釣れたのよ。ちなみに2番目は魚、2番目誰ですか。2番目ジュータロー。ジュータローでジュータ、ジュータで4番目俺、ハヤトとジンとの戦いでハヤトが先に釣って、え、逃げたのは言わないもんね。なんか俺も逃げた。じゃあ僕ですね、じゃあちょっと用意していきますね。何ですか。今日 S サイズと M サイズあるんですけど。 M サイズか、 M サイズ。いやまあ最初言ってたからね、ルールやったから。いやあと、あの、あそこ降りてくときにボスゲームとか言って、俺水張れてんだけどって言ったから、うわーうわー、そう言ってたっけ。 M サイズ。さっき普通に川に入るっていう罰ゲームにしたけどさ、別に川入れるよね。むしろ入りたいよね。やなきゃな。あ、そう、俺見た。どちらもネタバラシはしないよ。そうだね、どちらに。確かに神社にしてはマジすんなり。じゃあ俺らここで立ってるからさ、誰か行ってる、来んのかな。じゃあここから本当に行けるのかな。あそこの奥の木あるじゃん、うん、木に立ってね。本当に行ける。あ、でも石広くじゃない、譲っちゃうから。本当にいける？っていうと、あの石よりこっちの方が楽だよ。このこっち左側、あの流れてるところは危ないと思う。なんかそこがバスゲームかな。マジで行く？正解は時計は時計。あ、これ大丈夫。時計は目指す時計。大丈夫？なんで上半身の心配すんだよ。ふざけんな。じゃあ見ててよちゃんと。見たいし。冷たい。冷たい。冷たい。無理。冷たい。ああ、もう一人だけいいから。ゲルトの足長いんだから。考えやないぞ。足長いの。流れるように。流れるように。しんどいわ。いやいやいや。おいいねいいねいいね。おお。いいね。ピンと。魚、あ、待って、結構長いよ。え？道のり結構長い。魚捕まえてけ。一匹だけね、足りないから。ガチ冷たい、もう。吐いて。はい、おー、危ない。危ない。こっちが、もうちょっとこっち側行かないと、お前なる、足持ってかれるよ。足、流れに持ってかれるよ。あー、やった。あー、あー、やった、やった。キャンプ作ろう。OK。 テント。うん。じゅんちゃん今日頑張った。いや、もう終わり。もういいよ。帰っていいよ。本当に帰りたい今。ガチのやしろ。じゃあ今から川で泳ぐか。デニムやだなこれ。やってらんねーマジで。え？頑張れちゃう。もうちょっと行けてよ。何？あんの？え？全部ある？え、川入ろうよ。じゃあそれであっちで入ればね。なんで先に言ってるんだ。危ない。絶対テント作ろう、みんな。バイバーイ。いいね、これを固定する。第1回ミルク相撲大会くれた。
バチン。おお。ああ、うかん。一回転下して。一回転下してね。うわー。